失礼しました。同時放送の FM ギノワン FM 那覇沖の皆さんもこんにちは。お元気でしたか？1週間ぶり、千葉なその子でございます。今日はですね、通常のゲストプラス後半にもゲストが入るということで、ダブルゲストの日となっております。なので今日は曲も音楽もなく、ガンガン情報を皆様にお届けしていきたいと思いますので、1時間お付き合いください。なんだか声がガサガサしてますね。失礼いたしました。まあ、まずね、お天気は伝えておきましょう。今日いいお天気になってます。予報通りだね。まず沖縄気象台発表によります天気概況によりますと、本日19日なんですが、沖縄本島地方高気圧に覆われて引き続き晴れるでしょうと出ていますね。本当だ。本島中南部地方の天気は晴れとなっています。この後終日降水確率は 0%、 雨の心配もなく、そして日中の最高気温は27度だそうですよ。やっぱりちょっと暑いかなと思いますね。風が東の風となり、波の高さ 1.5 メートルですね。まあ穏やかな今日1日となりそうです。そして週末なんですがね、土曜日雨マークだったんですが変わりました。晴れのち曇りだって。雨の心配はまあないかな。多くても 30% ということなので大丈夫かな。ただ21日の日曜日がぐっと降水確率上がります。 70% まで上がってますので、確実に雨でしょう。曇り時々雨となっています。まあ週末ご予定立てたい方は土曜日がいいかもしれませんね。以上、本日のお天気でした。さあ、そしてこの番組では毎週リスナープレゼントをご用意してますよね。先週は恩納村にありますカフーリゾート付着コンドホテルから、ペアランチ券でしたね。まず、レストランザオレンジ洋食の方です。こちらは沖縄市のみゆみゆ様がご当選なさっています。おめでとうございます。そしてレストランバーベキューブルー、これは焼肉の方ですね。ハッピーボンバー様、初めて聞くリスナーの名前ですね。おめでとうございます。ぜひ恩納村の方でね、カフーリゾートの方で楽しいお食事なさってください。千葉なその子のハピスマアフタヌーン、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りします。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。
りしております千葉なその子のハピスマアフタヌーンですが、本日はね、どの方がゲストかというと、この方々です。はい、皆様こんにちは。ヤンバルから参りました沖縄マリオットリゾート&スパ両院部で宴会を担当いたしております。今日は宮城が参りました。よろしくお願いします。久しぶりですね、宮城さん。よろしくお願いします、ね、イケメン宮城さんがやってきたのでね。いや、とんでもないです。皆さんイケメンで送ってください。はい続いてそしてもう一方です。はい、同じく沖縄マリオットリゾート&スパから参りました、マーケティングの山口と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は山口さんは初めてです、ね、でも声通りますね。通りね、男性今日2人、先月はねガールズトークだったんですよ、マリオット、はいはいはい、女子3人が入ってすっごいやんややんやと1時間喋ったんですけど、女性目線でねいろんなことを話しましたね。楽しかったんですが、今日は男性目線かな。じゃ あいいですか。いいですよ。今日もしもないですか。今日もしもなしか。あ、なしあ、そう、山口さん分かんないけどね、もしもって何ですか。じゃ話あ聞いてますか後半のねちょっと番組、はい、ゲストがあるからもしもしはもないですよね。来月撮っときますから、ね、よろしくお願いします。すごい強烈なのね。はい、強烈わかんないけどさあ今日もマリオット情報たくさんお届けしたいんですが、はい、まあ、夏が来ましたよ、うん、ねえ、もうマリオットといえば夏はこれしかないかなと思うんですが、はい、はい、このイベント、企画を紹介ください。はい、まずですね、今年はあ、まあ、毎年恒例の夏休み、うん、プール&ランチプランを販売しているんですけども、はい、今年から、うん、ビーチの利用もそれを加えたトリプルプランとねえ、はい、やっちゃいましたね、はい、水着のまま、うん、送迎のシャトルバスが出てますので、うん、そちらに乗っていただければ2分で、はい、ビーチまで着きますので、うん、ビーチで泳いでまたプールで遊んでもらって、うん、でまたそのまま水着でランチもご利用いただけますので、すべてセットになったプランとして今年はご用意させていただきました、うん、そうなんですよね。プールも、まあ、ランチも去年まではねプール&ランチということでプール上がった格好のままランチも行ったり、はい、ランチを食べ終わってまたすぐプールで泳いで、まあ、ある意味ダイエットじゃないけどねとにかく室内プールで泳げみたいなね感じでやったりとかあるんですが、まあ、マリオットのプールってね野外プールもすごく充実してるんですよね、はい、そうですね。県内で最大級の、ガーデンプールがありますので、うん、こちらからすぐにビーチにもつながっていますし、はい、ウォータースライダーもご用意してますので、うん、そちらでも遊んでいただきながら、ね、これ長い、はい、全長結構ありますね。42メーターぐらいあります、はい、47か、はい、すごいね、はい、これ大人でも、あ、まあ、小さい子はちょっとね身長制限があるんですが、はい、大人の方でも一緒にねお子さんとできるということなので、はい、これはねやっぱり夏休みの思い出にはもってこいですよね、はい、もう憧れでしたからねスライダープールって、うん、子供の頃沖縄なかったからなかったからこれがマリオットにあるんですよ、はい、ぜひぜひ、ねえ、はい、これをもういっぱい遊んでもらって写真はねお母さんが横で撮って、はい、家族でいいなと思いますのでぜひ行かれてみてください、はい、そしてねなんとビーチにも行けると今年からいうことなんですが、ビーチってあったんですね。すぐ下のかりゆしビーチを、うん、利用させていただいているので、はい、こちらの方にビーチへのシャトルバスを運行しています。あ、そうなんですね、はい、このシャトルバスはこう時間間隔的にこう移動する感じですかね。はい、季節によって変わるので、うん、まあ、けどすぐプールサイドにあるので、うんうん、一定時間 2,30 分おきに1本、あ、いいですね、もしくはお声かけいただければ対応する時もありますので。あ、そうなんですね、はい、ね、やっぱり海でいっぱい遊んでまたプールでこうやって何度も行き来する人はそうそういないと思うんですが、まあ、タイミングを見てねバスがすぐ目の前に止まるということなのでそれを見てこう移動するっていうこともできるので時間の無駄もないということなんですけども、そしてやっぱりねこの海でいっぱい遊んでプールでいっぱい泳いでお腹空いたなっていう時はマリオットのランチ、これがまたね盛りだくさんでやばいんですよ何が好きですか木村さん。私ねごめんねケーキ天ぷらじゃない天ぷらじゃないんですか天ぷらも好きだけどさケーキはやばいよね。ケーキは本当自信ありますので、ケーキたちはやばいです。でも週末だったらねやっぱ天ぷら目の前でじっと見てますからね私ね緊張するだろうなと思ってしますよ目の前でじっと見てね揚げたてを待つんですよ揚げたてが最高ですエビが来るのを待つんですやっぱりエビそう美味しいんですよね週末このエビとごめんエビだって天ぷらとお寿司がついてね、はい、でうちの子供たちも本当に好きで天ぷら
あの沖縄天ぷらじゃないんですよね。ちょっと内地っぽい、そうですそうです、サクッと揚がった天ぷらなので、はい、何個でも食べちゃうんですよ、うん、もうちょっと贅沢すぎるかもしれない、この価格でなら、うん、はい、と思うんです、うん、こういうあの盛りだくさんのもちろんの天ぷら寿司以外にもいろんな和洋和食洋食っぽいもの、まあ洋食がメインかな、でもね、まあ、そうです、あと中華もちょっと、中華もちょこっとありますけども、ね、洋食がメインで、今はあの期間的に和食をすごい充実させてるので、あ、そっか、母の日ぐらいからでしたね、なってます。これだけの盛りだくさん、もう全種類食べることはまず不可能なのですけど、なんですけども、それぐらいね、もうあの目移りするぐらいのメニューがガーッと並んでる、そういうランチもゆっくり食べていただいて構わないということなんですが、この3つがセットになって金額が、平日が大人お一人様4,000円、土日祝祭日が4,500円のご案内です、はい、ね、すごくないですか、普通に平日ランチが大人1900円です。1900円です ね、はい、だからプールも海も使ってこの金額って、そうです、ちょっとおかしいですよねちょっと変ですよね、あの地元の方に、あの、うん、沖縄の方に少しでも使っていただければと、うん、はい、いう取り組みですので、ですね、はい、もうこれはね、一度は行った方がいいと思いますよ。私はね2回行きましたけどね、あのリピーターなれますね、あれね、うん、大満足なんです。特にまた夏休みなんてね、あの子供たちは海プール大好きなので、それを連れて行ってあげるとね、夏休みの課題一つクリアできるんですよ、うん、思い出のね何か作品として作れますので、うん、そういう形で使ってみてはいかがでしょうか。もちろんね、あのプール泳げないなという方はお食事で十分楽しめます、そういう形になってますので、ぜひ行かれてみてください。まあ、週末土日祝日になると、大人子供とも500円アップということになりますので、その点はお気をつけください。そしてね、これ何よりもいいのがバスタオルとか無料でレンタルしてくれるんですよね。はい、お貸ししますね、はいはい、私ねびっくりしたんですよ、うん、普通ね1枚じゃないですか、バスタオルって、いっぱい貸してもらいましたいっぱい貸してもらえるのいいですよということで、何枚でもね、何回もこう出たり入ったりするから、そういうところはね、あのすごくスタッフが配慮してくれて、すぐねお声掛けいただくんですよ、もしよかったら新しいタオル出しますかなんてね、プールのスタッフとかお声掛けいただいたんですよ、すごいなと思いましたのでね、そういう風に、だからなんだろう、持っていくのは要は体と水着、帰りの着替えぐらいで済むよね、そんな感じなので、はい、で時間的にはプールが9時から3時まで、うん、ビーチも一緒ですかね、はいはい、うん、そして、まあ、気をつけていただきたいのがランチなんですよね、まあ、これ9時から3時までランチやってるわけではないので、はい、その中の時間でランチが11時半から14時半30分まで、はい、と2時間なってますので、はい、これはあの以前もちょっと金城さんに言われたんですが、予約をしてた方がいいと、はい、いうことですか。これは間違いないですか。間違いないです、ね、ランチ、ね、入れないこともあります。あら、ね、場合によっては、はい、そうなんですよ。なのでこのプランを使いたいっていう場合はお電話した方が、はい、お電話いただければ、うん、あの席ご用意させていただきますので、うん、特にあの週末 の、はい、あの12時頃とかお昼の時間帯はすごく混むので、混んでますね、はい、いつもね、はい、あのすごい人気ぶりはね、本当に地元の方からも、あの那覇とか南部の方からもね、はい、いっぱいご利用が多いみたいで、はい、週末はいっぱいしてますので、必ずご予約いただければなと思います。予約先は代表でいいのかしら、電話番号。ランチのご予約がですね、はい、あのレストラン予約がありまして、うん、お電話番号、はいはい、0980-51-1011、はい、0980-51-1011までご連絡いただければご予約させていただきます、うん、はい、はい、よろしくお願いいたします。もうこちらのね、あのパンフレットは FM 小座の方にも配備されてますので、はい、取りに来てください。ぜひ、あのあれだね、財布に忍ばせてから、はい、あれだね、ま、お守りみたいにしようかいざとなったったったらみたいなご利益あるかな、あるんじゃない、子供たちこれを見ろみたいなね、お父さんが連れていくぞ、ね、黙れみたいな、ね、ことにもなるからなんてね、ちょっと思います。ぜひ取りにいらしてくださいね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、もうこんなさプランもいっぱいあるんだけども、あのねマリオットってこうあの婚礼も結構力入れてると私聞いたんですけども、あ、やってます？今婚礼に力入れるよりも、うん、あの
結納割です。力入れてるんです。あ、そうかそうか、結納の方か、はい、じゃあこれは宮城さんが、宮城さんでいいですか、うん、はい、宮城さんでいいですよ、いいですよ。はい、はい、まずどうしようかな、結納からじゃあ、ユーノーからいきましょうかね。毎回こちらに座ってお伝えしてますけど、うん、全くマリオットホテルは仕切りが高いホテルではないの で、 そうです、ね、もう気軽にですね、地元の方がぜひご利用いただければと思っておりますので、うん、はい、こちらにもちょっと耳を傾けていただいて、うん、まずご有能から、はい、ご案内いたしますね、はい、まずパックのメニューがございますので、はい、プランナイアウトして6名様10万円、うん、これ税込みです。お、はい、もうこれはおそらく他のホテルさんと比べても、うん、決して高くないです。そうですね、はい、6名様10万円で、その中身ですけども、うん、儀式内容、ご結納の、はい、儀式内容一式、結納品であったり、お写真も入ってます、お花も入ってます、うん、で写真のデータまで入ってますじゃあいっぱい焼けるんだ、はい、で進行はホテルがしますので、はい、で、それプラスに食事もついてます。あ、そうなんですね、はい、でフリードリンクもついてます。フリードリンクってフリードリンクも、お酒ありですね。もちろんじゃないですか、島田さん、もうお酒沖縄の人なかったら怒られますよ。そうだよね、宴会でね、宴会でお酒ないのかってすごいもうおじいちゃんが怒りますからあ、でも盛りだくさんのワインですね、はい、もうビール、泡盛、ワインから、うん、全てありますので、はい、ぜひこれ高くないと思うんですけどね。いや、安いですね、お一人様8000円という形で、うん、はい、追加がね、お一人様8000円になりますから、ということは、うん、まあ、6名様だったら本人同士とご両親っていう設定になるんですが、はい、兄弟とかね、うん、いらっしゃるとこう1人8000円追加でやっていけばいいと、うん、そうです。ですので8名プラスしても18万でトータル、できますので、いいですね、いいです、はい、今もう結納はねほとんどがもうホテルとかね、そういうところでなさるっていうのがもう昔はね自宅だったんですが、そう、大変なことをせずにホテルにお任せいただいて、そう、結納品も全部入っている、はい、準備しますので入っているということなので、はい、これお手頃ですね、はい、はあ、まあ海も見ながら北部へドライブしてね、いいですね、いいですね、はい、で気持ちも盛り上げて、いいですね、すごいね。ですので、うん、一番多いのがやんばるの方と、うん、この中部の方とかが間を取ってもらうっていうのが一番ね、もうベストな場所だと思うので、そうね、はい、巨大インターからもう車で走らせても 4,5 分うん、そうそうそう、はい、4,5 分ですね、巨大インターから置いてすぐですからね、おじいちゃんおばあちゃんも連れてこれると思いますので、うんうん、連れてこれる、連れてこれる連れてこれる、ぜひそちらも検討いただいて、え、こういう風にあれなんですね、結納プランっていくつか準備はされてたんですね、うん、私知らなかった。去年もやりましたよ。やったけどね忘れてた、忘れてるよね、食べ物のことしか考えてなくて和食も本当に美味しいので、さっきの天ぷらじゃないですけど、はい、もう料理長自身の数々の品々を結納の、うん、合わせたメニューで揃えてますので、そうですね、ぜひこちらもはいご検討いただきまして、はい、これは期間限定とかってないんですね、うん、一応は8月末までとは設定してますけども、もうぜひこれはもう相談してください、うん、うん、宮城さんが OK でしたって言ってくれれば相談してください宮城さんの鶴の一声で OK になる可能性が、それ相談いつでもあるわけですね、はい、まあ大体沖縄って披露宴がこの暑い盛りはね控えるということで、うん、この時期にご結納を予定されている方っていうのが結構いらっしゃる、そうです、なのでね、候補にぜひマリオットも挙げてほしいなということですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、そして次のお祝い事、次がお祝い事がまた青年祝い先日ね、まあ、皆さんシーミーの、あー、はいはい、皆さんのご家族集まって、うんうん、いろいろ話が出ると思います、必ず出ますね、うん、年ね、はい、年日祝いは、はい、絶対出ると思うので、そこでまたマリオットホテルでちょっとね遠方かもしれませんけども、うん、ちょっとした思い出の一つでなりますよ、はい、うん、ぜひこちらも、ご検討いただいて、こちらはですね、うん、まあ、20名様から、はいはい、のプランもありまして、20名から15万、うん、で50名様で37万8千円のプランと、はい、もう一つあります、うん、こちらはちょっとグレードが料理が上がりますね、はいはい、で20名様19万6千円と、うん、50名様で49万2千円、まあ、特典もいろいろまた用意してますので、うん、これにですね、お選びいただける7種類から3種類の特典もお選びいただいて、はい、まあ、お写真であったり、うん、まあ、テーブルメニューカード、もしくは思い出 の、 ムービーなどを上映した人は、うん、プロジェクタースクリーンとか、ああ自分でこう準備してる人がいるからね、はい、であと花束とかお選びいただきます。うん、で50名様以上になってくるとまた看板カラオケも特典でつけますのであ、あれか、うん、ひな席の後ろの、そう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 、なんとかおじい、おじい、なんとか祝いみたいな、年日祝いみたいな感じですね。でカラオケでおじいが歌ってもらうとあ、面白いね、面白いですよこれね、
ね、カラオケぜひこれ特典でつけますので盛り上がるでしょうね。あ、ぜひちょっと今ね少なくなってきてますけど千年祝いの人数もね、うん、まだまだやっぱり皆さんでお祝いしてほしいというところもありますの で、ね、ぜひ、うん、やっぱりね沖縄ってそういう文化すごく大事には、ね、大事にしてほしいですね。はい、まあ、あの時期があるんですけど、うん、ずらしてもね全然そのお祝いっていうのはお祝いなので、うん、はい、これも別にいつお願いしてもいいんですか。いいです、もう夏休みでもぜひあの皆様がお集まりやすい時にご相談いただいて、宮城さんの鶴の一声で、あ、もうすぐすぐ OK します。本当すごいね。でもこのお食事もすごく楽しみですね。そうなってくるとね、うん、食事もこれもあのもちろんアルコール飲み放題もついてますし、やった、うんうん、私だとシビマリオットで予約しとこうね。え、いくつですか今、いくつですか何十年先かみたいな、ね、単価言え違うでしょ逆ボタルでしょどうするの、私が産むわけでもないでしょみたいなあれどうなんだろうね、誰が一番近いんだろうね、うん、私かな、この3人の中では私が一番上じゃない。上ですよ全然ね、はい、あと20年ぐらい20年ぐらい、うん、還暦で超適当それぐらい本当に。でもそれぐらいなんかやっぱりもうホテルでのこの、なんだろう青年祝いっていうのが、はい、もう皆さんご存知の通り多くなってきてて、おやっぱり司会のお仕事とかも結構あるんですよ。ありますあります、うん、そうなってくるとね、選びがいがありますよね、うん、いろんなホテルのこの資料を集めてもらってその中にマリオットの、うん、チラシもありますので、はい、これをちょっと候補に挙げてほしいな。ぜひお願いします。よろしくお願いします。先ほども言いましたけど全然仕切りは高くないので、そうなんです、ね、連絡だけでもいいです。だけどね、そうぜひイメージはみんな思ってない、ね、あるみたいですね。やっぱ聞かれますもん、仕切り高いかな、なんかほら、うん、宿泊客しか入っちゃダメかなみたいなね、はい、最初はイメージがあるんですが、うん、行ってごらん、ね、まずはランチで行ってごらん、わかるから出会えるからね、出会える、ね、何に天ぷらともう一瞬ワクワクしたじゃないか何にだってでも本当行ったら分かるんですよ、はい、私たちが行っても全然いいホテルなんですよ、うん、勘違いしてるだけなんです皆さん、うん、でこのように地元の方でもご利用いただけるようなこう、はい、青年祝いのパッケージプランとかね、また宴会プランなんかもね、うん、各種準備してますので、はい、ぜひね気になる方はまず、マリオットの方にお問い合わせいただければなと思います。お願いします。はい、このご有能プランとか青年パッケージプランっていうのも先ほどの番号でいいのかしら、うん、代表番号がいいですかね。まあ、一緒ですかね、うん、伝えもう一度伝えておきましょう、うん、そうですね、はい、0980-51-1011番になりますので、はいはい、0980-51-1011番までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。なんかホテルっていろんなプランがあって目まぐるしいね。皆さん覚えてますよ。覚えてないです、嘘でしょそんなことないでしょ本当に、ね、でもやっぱりマリオットはねこの時期はもうプール&ランチ&ビーチがもう一押しなのかな。そうですね、やっぱりこれ、ね、いつまでしたっけ、10月ぐらいまでしたっけ。9月いっぱい。あ、9月いっぱいまでやってるということなんで、はい、これ言うの忘れてたんですけどね、これはね本当に言ってほしいんですよ、うん、ぜひ忘れないで、これ私ブログにも上げときますので、うん、私が去年行った写真もあったような気もするからね、うん、それも上げて、私も今年も行ってみたいね、またね、来てくださいよ。泳がないけどね、いいですよいいですよ、お子さんね、だってさ去年みんな顔見に来るんだもん、来てたね、山本さんとかあ、水着じゃなくてよかったとか思っちゃったもう本当にね、挨拶ね、面白いですよね、はいはい、でも嬉しいです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしてじゃあちょっとまだ少しお時間あるので、 あります、うん、なんか地域でのイベントにも参加されてますね。いいですかね、こちらもじゃあ、うん、はい、はい、時間があるようですので、来月になりますね、うん、6月の11日の日曜日になりますけども、はい、まあ、10時からホテル湯河府院沖縄名護市にございます、うん、場所で、うん、私どももマリオットホテルが、参加しまして、はい、やんばる地産地消料理フェアというのを開催いたします。なんか聞いたことあるこれ。 あります、今回で6回目になりますね。やっぱり行ったことはないんですが、去年もなんか話した記憶がありますね。これ具体的にどんなイベント。ですね、皆さんの、ホテル、まあ、やんばるの北部地区のホテルももちろん参加して、うん、また地域の居酒屋さんとか、うん、お店の方々も、はい、一緒に、うん、地元の食材で、うん、
広めようというのが、まあ、趣旨ですね、目的になりまして、はいはい、そこから、まあ、自慢の料理をあの、まあ、弁当みたいな感じでですね、あ、なんかハンドミールみたいな感じで準備できてる、はい、準備しまして、それを、ご購入いただくんですけども、うん、でチケットを先に購入しないといけないんですよ、はい、あ、はい、チケット制事前にね、うん、はい、でそれもあのマリオットホテルでご準備をしてますので、お、あの、はいはい、ランチを来た際にでもこの購入してまた来月そちらに足を運んでいただいたりとか、うん、そういったところをご検討いただければなと。あ、そうなんですね。 これちなみにチケットって当日でも売ってるんですかね。当日もですね、売ってる時は残ったチケットを売ってるぐらいです、うん、あ、もう限定数なんですね。限定数なんで、はい、あ、じゃあ本当にこの行きたい方は前売り券を、はい、ぜひ購入されて、うん、各ホテルでも売ってる、うん、売ってます売ってます。うーん、まあでもこっちからだとやっぱマリオットだね。そうですね、高速降りてすぐだからね。すぐですね。うーん、何か、うん、はいはいはい。あ、でも面白い企画ですよねこれね。そうなんです。毎回どうですか、あの来場者。いや、いっぱいいますよ、何千名できますので。あ、そうなんだ、はい、へえ、行ってみたい。ぜひ、はい、あの、いろんなイベントありますからね、うん、お子様向けのキッズのイベントがあったりとか、うん、舞台では食べるだけじゃない、じゃないじゃない、舞台でこのなんかライブ的なところもありますし、うん、へえ、はい、そうなんだ。あ、これはちょっと面白いですね、うん、ぜひあのこれもあのヤンバルにドライブがてら、うんうん、ちょっとランチを目的として来ていただければと思いますので。わかりました。これ あのあれですか、今チラシはプール&ランチ&ビーチの後ろに、うん、もう一緒に吸ってくれてるということなので、まあ自動的に皆さんに手元に届くかなと、はい、いうことですかね。これはあれですか、あの食べ物をこうお野菜とかの販売などもお野菜もあります、あるんですね、お野菜もこの地元のらっきょうとかいろいろ葉野菜あるじゃないですか、100円とかからありますんで、あ、これはやっぱりいいですよ、今すごい主婦目線そう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 なんですよ、やっぱり地元のものっていうのはすごく安心感があるんですよね、はい、またヤンバルですからね。そう、あのね、ヤンバルにドライブ行くと、うん、どうしても道の駅とか、そうです、そういうとこお野菜いっぱい並んでるんですよ、うん、思わず買っちゃうんですよ、うん、やっぱりね、向こうに行かないと手に入らないと思っちゃうので、それがここに揃っちゃうんだ、揃っちゃいますから、しかもお安く、面白い、これ全然高くないですから。場所的にはヨガフィン沖縄なので、駐車場の方も準備はされているとね、いうことだから、まあ、遠くから行っても問題ない、問題ないです。いっぱい買って荷物積んで帰ってもいい、帰りましょう、どうしましょう、行きましょう、行きますか皆さんで行きましょうじゃあ行きます、はい、じゃあ FM 小沢さんであのバスツアーを組んでもらって、バスツアーですかどん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 用語が高くなってきますけどね。もちろんこれにもね、マリオットさんも、はい、まあシェフが、はい、もちろんです、力を込めて、はい、もう自分の腕を振るって、はい、美味しいものをいっぱい準備してくれると、はい、いうことなので、ね、買い物もできるし、マリオットのお食事も楽しめるというところなので、はい、このイベントにもぜひご参加ください。お願いします。はい、ありがとうございます。これも貼っとこうね。お願いします。ブログに貼っとこうね。ブログに貼っといてください。うん、ガンガン行くよ、ガンガン行きましょう。食べ物ですよ、食べ物。あの近所の自分の母ちゃんとかも一緒に連れてくる。あ、いいですね。ありがとうございます。面白いってマリオットの前でずっと美味しい美味しいってか、桜のごとく喋るっていう、ね、ずっと食べてるっていうね、マリオットの前で、ね。あ、いいな、ね、はい。これぜひ行きます。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もうお時間となりました。宮城さん、お久しぶり、今年初だったかな、初かもしれないです、ご無沙汰してます、本当すみません。ですよね、お忙しいんですね、はい、はい、いましたよ、沖縄には。ん、沖縄にはいました、沖縄にはいたんだ、はい、でもあれだったよね、宮城さん、余談だけど、新年会、宜野湾市の新年会で会ってね。あ、そうです、あーって ってね、めっちゃ周りがびっくりするが大きい声でそれぐらい久しぶりに会ってなかったです。あと、あ、カレーの時にお会いしたぐらいだ、本当にちょろっとね、来ていただいた時に、うちのカレーイベントの時に、本当にちょこっとね、はい、あ、そうかそうか、はいはいはい、なかなかね、ね、やっぱりお忙しい、これからの時期またお忙しくなるから ね、おかげさまで、いいことでも、もっとお忙しくなりたいです。あ、そうなんだ、はい、いっぱい来てください、だってみんな強制的に来いと千葉田その子が言います行きなさい、はい、お願いします、あ、カフじゃない、マリオットに ね、 トにね、はい、そして、はい、はい、もう一方、今日初登場の、はい、あ、テレバってる、はいはい、山口です、はいはいはい、どうでした、どうでした、うん、あっという間でしたね、本当です、はい、まあ今日30分だからね、本当だったらこの後もしもしあんでね、そうなんですよ、こうプライベートな部分を ね、 ねさらけ出してもらおうかなっていうお時間になるんですけども、もしも宝くじが当たったらとかね、ね、そうそうそうもしもお家建てるならとか、なとか、うん、もしも海外旅行行くならとか、
ちょっとだん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 難しいお題を出してくるようになってきてるんですけどもね、はい、今度ぜひよろしくお願いします、はい、はい、じゃあ前半のゲストはこの方々でした。改めて自己紹介どうぞ。はい、ヤンバルから沖縄マリオットリゾート&スパホテルで、料理部担当の宮城でございます。はい、同じく沖縄マリオットリゾート&スパの山口です。はい、お二方ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。さあ、お送りしております千葉なその子のハピスマアフタヌーン。今日ダブルゲストだからね、駆け足のごとく言ってるんですけども、前半戦、マリオットのお二方出ていただいたんですが、ツイキャスコメントでね、ゆうき浜崎さん、宮城さんイケメンですねと来てますね。やっぱりね、イケメンぶってたからな宮城さんまあそんなマリオットからなんですけどもね、今週のリスナープレゼント、マリオットからのオールスタービュッフェの、そう、あなたのことよ、遠くからね指なんか確認してたよ、イケメンイケメンみたいなそう、マリオットの毎週リスナープレゼント、ビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券を毎回準備してるんですね、2組様ですが、なんとサプライズです。今日ですね、お二方やってきて、今月はなんとプール&ランチ&ビーチのペア券に切り替えたということなので、すごいですよ。お一人様平日で4000円、週末4500円、相当のペア券ですから、最大9000円の商品を2組ご用意できました。すごくないですか。それもあんだけ私がプール&ランチプール&ランチ最高だよって言ってるチケットですよ。これは送らないと損です。ぜひ送ってください。イケメン宮城がね、階段落ちていくふりしてる、もう本当にお疲れ様でした。本当これびっくりですね。はい、ぜひこれは見逃すたらダメですよ。プール&ランチ&ビーチのペア券2組様、最大9000円相当のを2組様ご用意しました。ぜひご希望の方はメールでお送りください。メールアドレスはひるらじ12 @gmail.com、 ひるらじ12 @gmail.com までお願いいたします。さあ、そして後半はこの方です。
あ、どうもよろしくお願いいたします。誰？ウエストマリン新庄と申します。久しぶりだね新庄さんも。ご無沙汰です。今日私にとってメンズデーだね。ゲストが全部メンズパラダイスだみたい。新庄さんもイケメンですからね、はい、いいえ、とんでもございません。身長もあってね、相変わらずね、とんでもないです。遠くから歩いててもすぐ分かるんですよね。なんかあの沖縄市にマッチングしてるかなって感じですね。あ、かもしれない。沖縄市じらーしてるかもそんなことはないんですが、さあさあさあ、お久しぶりなんですけども、はい、です。毎回いろんなイベントね、やってますけども、はい、今回もなんだか面白そうなことやってるということなので、はい、呼びました。はい、今日は少しお邪魔させていただいております、うん、いいですか。いいですよ、もうやって。はい、ありがとうございます、うん、来週のですね、まず5月27日の土曜日なんですが、はい、420名乗りの、クルーズ船にて、うん、婚活クルーズ、まあ、略して船婚、うん、を第7回目すごいね、はい、開催させていただきたいと思います。これ評判でしょう。大好評につきですね、うん、緊急開催ということで。本当だ、緊急開催。やっぱお声があるんですね。あ、やってやって。夏入る前に結構やっぱりお問い合わせ多いですね。やっぱり夏ね、なんかお相手さんを見つけて、うん、夏前に、うんうん、何かやっぱりリゾートチックな、そうだね、ひと夏の思い出を作りたいのかなという感じで。なんかあるね、季節ごとにあるね、はい、あります。夏と冬だね。はい、そうです、そうです。異常にね、ま、秋はちょっとね、しっとりとこうちょっとそうですね、ね、うん、する時間だけど、夏とか冬はイベントがあるから一人じゃ寂しいっていうお客様がやっぱり多いですね。でしょうね、うん、特に女性のお客さんから多いんですよ、問い合わせが。あ、そうなんだ。もう本当におかげさまで第6回までは、うん、女性のお客様が先に満員。あ、今回逆転現象が起きてまして、あら、男性がいっぱい、男性がもうすぐガッと、もう今もう満席で、なんかすごいな。でちょっと今女性のお客様、うん、まだ若干空いてる。はい、空いております。もう来週だからね。そうです、そうです。これでもさ、まあ、はい、合コン、はい、目的じゃなくても友達を探しに行く感覚でまずはね。そうですね、真面目にお付き合いももちろんそうなんだけど、まずはお友達からっていう感覚でも構わないですよね、はい、そうですよ。本当にきっかけ作り、ね、作りだからね。そうです、まさしくそこです。ここでもう結婚相手探すってわけじゃないのでっていうわけじゃないですね、うん、やっぱり出会いのきっかけとして、うん、まあ、場を設けさせていただいてるというのがまず一つですね、はい。でお一人で、うん、例えばまあ恥ずかしいので、あ、うん、座って出るお客様とか、うん、まあ、参加はされたけどやっぱりちょっと恥ずかしいなっていうお客様、うんうんうん、ご安心ください、うん、大丈夫なの？なんで？私どもが全部船内でセッティングします、うん、あ、本当に？ええ、あ、じゃあもう一人ぼっちって感じにならないのね、座ってられたらですね、こうセッティングしてくれる。今日は何をされに来られたんですかと。はー、どういった感じのお客様っていうか、お相手さん、エスコートじゃないけど、そうです、そうです、もうしてくれるの？フォローします、もう完全。あ、いいですね、じゃあ一人での参加も、あ、OK ね。OK です。結構お一人で参加されるお客様、まあ、うん、特に女性のお客様多いですね。すごいね。多いです、多いです、はいはい、はい、なんか勇気いるけどね、すごいね、今の女子ってね、なかなかなんていうでしょう、活動力がすごいなっていう感じで、なんか憧れる。はい、この船コン、はい、対象年齢がありますよね。まあ、大変恐縮ながら、うん、25歳から、はい、45歳の皆様ぐらいまでと、ぐらいまで、およそね、およそでございます、うん、はい、そして参加条件もう一つありますね、はい、こちらが、まあ、もちろん、25歳以上の独身の方、うん、そうなんです、はい、独身の方、はい、だから私いけないで、まれに、うん、結婚してるけどお友達なので連れてきましたっていうお客様もおります、うん、同伴のみたいなね。そうです、そうです、そのお客様、まあ、既婚のお客様にはちゃんとしたシールを貼らせていただいて、既婚者みたいな。そうです、今日はお付き合いですよっていう。あ、それで参加してもじゃあ問題ないの？もちろんです、もちろんです、はい。あ、面白いね、でもそれってね、やっぱり既婚の客、うん、お相手さんがやっぱり独身のお相手さんを心配して、うん、心配って大変ですけど、まあ、友達同士の中でもいるんですよね。そうです、そうです、そうです、うん、でも一人で行けないっていう時ね、いけないので、じゃあちょっと、お付き合いっていうか、まあ、同伴で、うん、ちょっと応援しに来ますっていうお客様も結構おりますね。品定めしてやろうじゃないかみたいな。
私 の, あの腹の中お前の彼氏を探してやろうじゃないかって感じでついていきたくなりますけどね、まあ、本当にまああの稀ですけどね、うんまあ、結構多いわけではないんですが、うん、そういったお客様にも、はいまあ、ちょっとあの、うん、特例として、はい、対応させていただいております、うんはいねまあ、いいですねそれだったらね、はい、あの気軽に参加ができるようなそういう、まあ、合コン船コンまずはきっかけですね船コン、うんええ、いいですね、はい、また戦場っていうところがこうシチュエーション的には恋が生まれる確率高そうですね高いですしかもあの、うん、一体感が毎回生まれますねねその空間同じ空間にずっといるわけだから、はい、逃げ場はない逃げ場はない、まあ、良くも悪くもっていうお客様もおりますけどでもいいと思うよそれが目的できてるわけですからねでこれやっぱり合コンあのコンパという形になる格好とかはどういう感じで言ったらいいんですかね、はい基本的には、うんフリーっていうか自由なんですが、はいまあ、今までの、 あの統計と、うん、あといろいろお調べした限りでは、はい、やはりあのフォーマルおー、まあ、そんなにガチガチのフォーマルウェアではないんですけど、うん、やっぱりねちょっと襟付きの、うんまあ、少しやっぱりなんでしょうおしゃれた感じのそうだね、うん、あの格好で来られた方が、うん、やっぱりあの印象がかなりいいのでそうですね、うん、あの二次会に行かれる、うん、あの確率はかなり上がってるというふうに船降りてそうですそうですまた何人かでとかペアでとかそうですそうですもうそこからがやっぱりお客様のさらに腕の見せ所というか特に男子はねそうですね。そうですそうです。あ、そうか。じゃあある程度ちょっとなんといってもやっぱ清潔感のある格好でね。そうですそうです。来ていただければ。そうですね。一番理想なのかなと。ね、はい、いいかなと。うん、うん、やっぱり男性のね、紳士的な、うん対応というか。ね。やっぱりまずは失礼がない程度の。うん。うん感じから入っていただいてそうなんですよ、見た目って大事なんですよね、ですよ最初のね、やっぱデータ出てますか出てますうん、はい、これねうちなんちゃよくねこうビーチパーティー感覚で、はいはい、こう、はい、コンパとかでも、うんうんうん、短パンと T シャツで来る方がいらっしゃったりとかって言うんですが、ここはちょっとねそうです船の上でのコンパだからちょっとやっぱりねオシャンティーに行きましょうよその方がもうかなりおすすめというかねえ、うん、やっぱりキリッと見えますんでね素敵そうなんですよね、もう自分がかっこいいというスタイルでね、来ていただきたいなと思いますので、はい、ぜひ参加ください。これ参加料金というのは男女で金額変わってきますね。あ、はい、うん、ですね、まあ今巷では結構ね、女性のお客様も格安で行っているところも多いんですが、うん、まあいかんせん、うん、僕らも結構まあ本気って大変ですけど、うん、やっぱりそれなりのクオリティの高さで勝負させてもらってますので、はい、まず男性、すべて込みです、はい、お食事飲み放題何やらかんやら込みで4980円、うん、5000円未満、はい、うん、で女性のお客様が3980円を頂戴いたしております。はい、なのでね、まあ、お手頃ですね、はい、まあ、サクッと、うん、まあ、なお気軽って大変でしょうけども、うん、あでもお安いですね、船に乗ってこの、まあ、お食事を楽しみながら合コンして、はい、まあどんなにマックスでも5000円未満ということなの で、はい、ぜひね興味がある方まだ間に合うかな、はい、そうです。男性はおかげさまでもう満席、ね、もういっぱいなので今、はい、女性の方にお声掛けさせてください。ちなみに募集人員が、うん、80対80なので、いい感じの数字、微妙にいい感じですねえいいね、少なからず多からずで、はいはい、あこれはちょっとね変な話見るの見たいね、はためでね。おかげさまでもよくあるじゃん。そうですね。ね、テレビとかでも合コンのテレビとか、あれはためで見てて面白いじゃんね、ドラマがね。なんかワクワクしますよね。ねえ、見ててね、はいはい、スタッフさん得ですね。スタッフはもう本当にお客様のきっかけを作るためにもう必死、店内も本当大変ですよ。あ、でも面白そう。これはまたね、まあ、まあ、好評につきね、今回でもう7回、はい、6回7回目です、7回目、ね、今回、はい、なるということなので、もうなんだろう、カップル誕生率もまあまあそこそこいいということで話を伺ってますので、はい、毎回カップルも誕生してるってね。あ、はい、僕らに、まあ本当に御礼の、うん、お電話いただいた限りでは毎回、はい、もう 3,4 組様は必ずすごいなお電話はいただいておりるのと、うん、でこれまでに、うん、この船コンで、きっかけを作られて、はい、お付き合いされて、うん、結婚された方も、分かってる限りでは5組様いますね。いやー、いるんだ。いや、おります、おります。うわ、鳥肌すごい、はい、ですので、
隠れ結婚された方も、まあ、いるでしょうね、結構いるかと思いますよ、はい、すごい、はい、やだすごいね、うん、すごいと思います。ウエストマリーさんやるじゃん。本当にもうガッチガチのこのフルでお客様の出会いにもうめっちゃ全力尽くしますんで、うん、はい、あ行きたかったな、ぜひぜひもう男性がとりあえず今のところおかげさまで満席なんですけど、キャンセル待ちも出てて、すごい、これは変な話、女性選び放題ですよ、男性を。そうです、まさしく80名、まさしく自分の好みの男性絶対見つかると思いますよ。そうです、やはりね、やっぱりルールとして、うん、職業とお名前と年齢は、うん、まあ、もちろん当日記入して名札に書いてもらいますし、はい、うん、まあ、そういったところでかなり、まあ、まずは入り口というところできっかけ作っていただければなというふうに思っております、うん、はい、これはもう来週と迫ってますので、はい、慌ててくださいね、女性の皆さんね、もう間もなくね。詳しくはウエストマリンのフェイスブック、うん、ホームページにご覧いただいた方がいいかと思います。私の方ブログにも上げとこうね、ぜひお願いします。フェイスブックにもリンクしとこうね、ぜひお願いします。もう LINE にも上げてあるけどさ、ぜひもう LINE でもうこれさ、LINE は若い子が結構友達多くて、フェイスブックは年齢的に高い人が多いじゃないですか。ちょっと落ち着いた、そうそう、だから LINE の方に上げたらね、はいはい、ツイッターとか上げたらね、年齢制限にかかるとか書いてから、大丈夫よ、なんとかするからって大丈夫です、ね、独身で本気でって考えてればね、はい、全然いいから。私の同級生結構いるんですよ。ぜひねえ、本当にまあ、お試しって言ったら変でしょうけども、うん、本当になんだチャラチャラしたわけでもなく、ね、そうそうそう、ガチガチしたわけでもなく、うんうん、ね、やっぱりご参加されたい趣旨をきっちり私どももサポートさせていただきたいと思いますので、ね、本当ですよ、はい、これぜひご参加よろしくお願いします、はい、イーサーさんが沖縄の男子なかなか肉食系なんですねと。まあ彼女欲しいんだよみんな、うん、すぐ埋まるってことはね、最近男性が余ってるって聞きますもんね。そうですよ、今回は、うん、まあ、ちょっと余談ですけど、うん、逆転現象なんですよ。え、どういうこと。第6回まではリリースしてすぐ、うん、女性の皆さんがすぐ埋まって、うん、で今回はちょっとリリースするのも遅くて、うん、まあ、緊急企画で開催してますので、うん、まあ、ちょっと女性のお客様が、まあ、幾分かまだ席割れはしてますけど、うん、10名程度。あ、でもそれでもすぐ埋まりそう、うん、はい、ね、まあ、多分今週、まあ、土日から、まあ、来週にかけて相当動くのかなと思ってますけど ね、うん、ね、気になる方はちょっと一歩電話する勇気を持ってみてください、はいはい、後ほど電話番号紹介しますよね、はいはいはい、そしてもう一つプランありますね。あ、すいません、うん、長々とすいません、いえいえ、うん、今度は、はい、こちら第3回になる企画イベントのクルーズなんですけど、うん、お笑いランチクルーズ、はい、ということでですね、また6月4日、うん、日曜日になるんですが、はい、再来週ですかね、うんうん、はい、どんな感じ。ちなみに爆笑ランチクルージング、うん、はい、県内のお笑い事務所、はい、FEC オフィスさんと、はい、あとパッションやらさんと、おー、うーんの方ですね、え、今プロレスに体鍛えてますよね。パッションさんですか。やらさん体鍛えてるまでは承知してるんですけど、なんかプロレスまではちょっと存じ上げてないですね。うん、なんかすごいスレンダーな、あ、そうですね、なりましたよね、筋肉もりもりで、うん、もう絞り込んで体脂肪率めっちゃ下がっただろうなっていうぐらい、はい、前モビーディックで会ったんだよ、周年祭で。あ、そうですね、同じお席だったんですよ。痩せましたねっつって、鍛えてます。そうですね、そうですね、うん、はい、そうなんだ、はい、彼も、はい、船の上で笑わせてくれるわけですね、はい、笑わせてくれます。そして FEC も沖縄の方だったら誰でも知ってるよね、多分もうね、あの人ですよ、あの人、最近何かとちゃめちゃめ、うん、沖縄のラジオテレビではもうひっきりなしですからねあ、ちゃめ、あ、ちゃめ、あ、ちゃめの、はい、そう、金城さん、はい、あ、違う違う、ごめんごめん、金城さんだ、ごめん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 、失礼しました、ごえくえしょうさんも登場すると。先生も来られます、はい、あ、すごいね、あの人のね声いいですよね、はい、いいですね本当にわかるよね、わかるよ、まあ、乗らないとチンダミされると思いますけど本当あれ沖縄のお笑い、はい、沖縄の人だから面白いんだよね、あれね、革命が起きましたね、起きてますね、素晴らしいと思います。うちなぐちの、あの男の子以来じゃない
何だった痛さ分かります沖縄の何だった某メガネ屋さんに出てる方ですよね。そう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 、もう本当にキャラがね、沖縄キャラってすごいなと思いますよね。もうパンチ効いてる方がいきなりもうね、うん、出てきますからびっくりしますね、うん、もう本当に爆弾のごとく来てますね今ね、五重栄翔先生ね、はいはい、彼もその船の上で歌ってくれるんですかね、はい、じゃあ、はい、やっとちょっとご機嫌斜めだったんですけど、あ本当、まあ、私は船酔いするからねっていうのは冗談です、冗談です、いそう、はい、なんかそんな感じのなんかお叱りを受けそうだなっていう感じですけど、うん、あでもいいですね、はい、まあ人気者ですからこれをランチで楽しめるということですね、はい、そうです、まあ、なら子供も一緒に行った方がいいね、お子様からね、まあ、ご家族から、うん、はい、でラジオリスナーの方だったら絶対行くでしょうね、五重栄翔さん最近ラジオ率すごい高いので、すごいと思います、本当、ね、公開放送とかで必ずいるんですよ、ええ、本当にいるんですよどこに行ってもいるので、これもある意味そういうもんですよね、はい、本当にうん、ぜひ五重先生に会いに行ってください、はい、もちろんそれ以外にもドラゴンエマニュエルのコンビね、はい、なんか久米島の久米線の CM やったかな、そうですね、でハンサムの2人、はいね、この方々も有名ですよね、はい、なのでこの、パッションやらさんと4組か、はい、4組さんのお笑いの方々が出られるということです、はい、そして、バイキングですよね、はい、もちろんね、はい、お食事もついて、うん、最近 大流行の昼飲み、うん、うん、最高、もう船の上で、最高、東シナ海見ていただいて、えこれフリードリンクって、フリードリンクです、お酒ももちろんです、最高、はい、もうオリオンドラフトビールの方から泡盛ワインチューハイ、もうどんどん飲んでください、マジで、ですね、はい、うん、でいくらで4キュッパです、大人、はい、5000円未満、これもそうです、え嘘でしょ、そうです、安くない、安いと思いますよ、えこの4組のお笑いも見て、見てお酒はこんなに飲んでもいいの、飲んでいただいて、やばいんじゃない、私樽開けるよ、樽千葉のその子樽開けるかもしれない、その子さん用に名前書いときましょうね、おいおいおい、20リッター千葉菜様自分でサーバーから入れるっていうね、違う、あお安いね、思いました、はい、うん、じゃあお子さんを連れていくとしたら小学生とか、ね、あはい、そうですね、小学生さんもちょっと恐縮ながら、うん、1000円安の、うん、3980円を頂戴しておりますが、はい、うん、まあ、小学生以下、はい、になると無料です、あいいですね、はいはい、小さいお子さんも一緒に行って大丈夫よと、はいはい、まあ、昼間なのでね、うん、家族で行くにはちょうどいいんじゃないかなと、よろしいかなと思います、これもモビーディック号、大きい船で、はい、420名乗りのレストランシップ、うん、モビーディック号で行います、うん、はい、ぜひご参加したい方はこれも予約ですよね、はい、ご予約いただいております、人気あるから気をつけましょう、予約しましょうか、よろしくお願いいたします、はい、予約番号は、あ、はい、沖縄098-866-0489098-866-0489となっております、はい、よろしくお願いいたします、はい、これも急がないと本当にすぐ埋まってしまいますからね、うん、そうです、もう先ほんの1週間前にリリースしたばっかりなので、うん、であと流亡旅行者さん、はい、沖縄ツーリストさんの、うん、部分でもご予約可能になりますので、枠がそれぞれあるから すぐ埋まっちゃうな、これ、であと新聞の方にもやが後ほどっていうか、まあ、後日やがて乗るよ、乗りますので、みんなチェックしてよ、バボンとすぐおかげさまで埋まると信じております、はい、ぜひねよろしくお願いいたします、詳しくはホームページなどご覧いただきたいということですね、はいはい、そして今日リスナープレゼントもご用意いただいたということで、はい、はい、すいません、もうささやかながらですけれども、うん、あ、はい、すいません、私ども の通常運航をしておりますサンセットディナークルーズ、はい、もしくは那覇の夜景クルーズ、うん、いずれかのペアチケット、はい、一組様と、はい、あともう一席私ども水中観光というお船があるんですけども、うん、まあ、お魚を見て、あ、よかった、楽しんでいただけるという うん、お船のペアチケット合計2組様に、はい、ささやかでありますが、はい、プレゼントとさせていただければと思います。ありがとうございます、はい、こちらもメールでご応募ください。そして来週のこの時間に、ね、発表しますので、これはこの千葉なその子のハピスマアフタヌーン専用となってますのでね、必ずモビーディックの何々希望とメールで送っていただければなと思います。メールアドレスはひるらじ 12@gmail.com となっています。もうお時間になってしまった新庄さん、すごい楽しかったです、ね、久しぶり出てどうでした FM 講座千葉なその子の番組、最高
です。だろ？最高です。だろ？また何かあったらぜひ。もうすぐお声掛けさせていただきます。もちろんですよ、はい、もちろんのことよろしくお願いいたします。はいはい、改めて後半のゲストこの方でした。はい、ウエストマリン新庄でございました。はい、どうもありがとうございました。お送りしました。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供ほか各社の協力でお送りいたしました。それでは千葉のそのことはまた来週お会いしたいと思います。チャオー。